ダウト。おてぃしたー。花粉症のこと。え？は？え、うるさい。お前がうるさい。こっちの気持ちは分からないでしょうね。それはうるさくない。ああ、俺さ、うるさ。なんかさ、受け狙ってくるやん、起きた時に。うわぁ、曲もやべえわ。滑ってんのにね。滑ってんのに。平安なのに、いいのに、分かるわけないやん。わ、ほんと一人じゃなくてよかった。だってさ、扉閉めたら花粉入ってこれんやんね。ね、本当にお前がいてよかった。マジで花粉症でありがとう。本当にありがとう、お前が。ツルツルの服着ればいいじゃん。ね、花粉症だもん。仕事飛んでる。お前らが近くにいる時点で終わってんだよ、そんなの。やめろ、花粉が飛ばすな。というわけで、上に登ってきましたけども、どうですか、この景色。いや、これは岡崎。うるせえなぁ。花粉がすごいんだから、今日は。もう花粉症のふりしてます、この人。いやもう風通しもいいってことですよ、つまりは。岡崎市を今一望しますからね、僕たちは今、うん、ここでデートとかしたいもんね。ほら、続きまして、お薬ひげダンディズム。おい、高まる愛の中、変わる心情の中、三千と輝く姿はまるで水槽の中に飛び込んで溶けた絵の具みたいだ。あれぐらい、いや、花粉症の集団だった。東西南北哲也。うんじゃない。じゃあ次は哲也くんからいきましょうか。はい。今お前徹夜だったな。コナンで絶対にあってはならないこととは。俺は高校生なんで、久野ちんちん、幼なじみで同級生の毛利蘭と遊園地に遊びに行った時に、黒ずくめの男に飲まされた薬が花粉症の薬で、小さく濡らす5話完結。なるほど、面白い。いや、いいじゃないですか、結構大喜利としては。あれぐらいだ。え、もしかしてリンボリシティ、いや、ようこその話。おお。まあキャラとかを入れたかったんですよ。それでまあ最初はなんか帽子とかだったんですよ、うん、だけどなんかサウナでこうやって整いながら、どうしようかな、どうするって言って、直樹と話してたら直樹一緒にサウナ行ったんだ。うん、どうぞ衣装とか決めようっつって、でいきなりテレビで花粉症にはこれだって、アレグラの音が来て、これでいっかって、うん、もう一度ね、はい、改めまして、彼女の誰ですか？ドスコイユメマルです。ドスコイユメマルちゃんです。はい、今日はよろしくね。よろしく。え、その子は誰だっけ？あ、今ちょっと紹介できる。絶賛、すごい白目になってる。絶賛花粉症の哲也です。三年 C 組処方先生。コンコン、入るぞ。おいおい、どうしたんだよ、カズコ。お前、泣いてんのか？花粉症か？薬ならたくさんあるぜ。眠くなるタイプと眠くならないタイプ、どっちがいい？花粉症じゃない。おっと、カズコ。あー、天候当てれちゃうな、今の。でも俺のやつがなかったら難かったかもね。そう、うん、でもそこから結構みんな行き過ぎてた感もある。ウルフになりてー、これすんごい弱い気がするんだよね。いやー、見てー、役にかな。いや、俺話せるの人、吉水あんま喋んないからね、わかんないと思う、うん、まあ単純に恐れてるんだよね、喋ることを。じゃあ、行きます。はい。そうやって何も…うるさいな。お前がうるせー。私たちの気持ちはわかんないでしょうね。はい、どうも、トガテツヤの個人チャンネル、動画アップロードチャンネルへようこそ。花粉症のせいで二重が全く治らなくなりました。整形ではございません。どうも、東海イオンウェアの哲也です。ちょっと花粉症の季節なので、メガネとビューティフルシャドウでやらせていただきたいと思います。近いな。ああ、そうだな。いや、どうも、花粉症の哲也と満身創痍の芝居です。いや、どうも、東海前のデータと芝居とリオと牛眼鏡だ。皆さんは寝るときに自由に上を向いたり下を向いたりとね、寝返りを打つと思いますが、花粉症すぎ、本当だから。なおかつ今回こちら、花粉症の薬はすごく眠くなる作用があるので、はい、今このうちに飲んで、まあ花粉症だしね、別に用途間違ってないので。芝居、ちょっとティッシュで鼻水受け止めてこれ。
いいいいうわしょうがない花粉症花粉症ってこういうことなんだからいいうわ確かに暖かいもう自衛隊なもんああ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 あシート使って花粉症男さん入りくださいずっとそわそわしてるやんもう知るないみたいな感じでこういうじゃあ2分半で入れたいと思います。2分だったんだあいつ全員同じ数入っておりますんで、はい一番近かった人もしくはドンピシャな人にポイントっていうのをなんか雰囲気で差し上げます。はい、雰囲気はい、だから2つタスクがありますんでまあなんか雰囲気でポイントを差し上げます。それではいきますよ、はい、よーいスタート。どんどんおんちゃい。おーなるほど、はい、おはようございます。おはよう。おはよう。最近花粉症と黄砂やばいっすよね。俺は感じないの。黄砂って何なの。砂みたいな。へー。中国から辺から来る砂なんですけど、うん、車が汚れるもんね。わかるよ、めっちゃ汚れてた俺の車も。なんかもう黒だから超目立っちゃってさ。最近本当に黄砂とか黄砂と花粉症がやばくてっていうのがあって、北海道だともう黄砂がやばすぎて黒の車が茶色になっちゃうぐらいの。売らないだろ黒は。黒は黒の。お前黒は黒のままだぞお前。いや本当に茶色みたいになっちゃうんですよね。ああ俺もう花粉症今年からなっちゃって。今年からなんだ。そうなんですよ。ようこそこちら側へ。めちゃくちゃ辛いっすね。めちゃくちゃ辛いですね。あ、今年からなんだっけ。めちゃめちゃ強い。めちゃめちゃ強いよお前。強いよな。それ強いよな。そうなんですよ。でもなんかあれなんでしょう。花粉症ってさ、花粉自体があれなんじゃなくて、その花粉に化学物質がくっついてなるからどうたらこうたっていう噂も聞いたけど、それってどうなの。その説は俺は全く知らないな。なんか人に粘度があってそれをオーバーすると花粉症になるって言うよね。コップから溢れちゃうみたいな。多分それが多分俺今年超えたんですよ。でもなんかそれだとすると東京の人はなりにくいんじゃないかみたいな、はい、長野とかに住んでる人の方がヤバいじゃんっていうのを聞いたことあるけど、そうでもないらしい。どういうことだろう。流れてくるんじゃない、うん、そのティッシュなんでいいだろうお前ね。いや結構もういいって。鼻水結構出てたって。出てないよお前、血出てるやんもうあとあんまそういうのでやらんほうがいいぞ。あの鼻で鼻せれるとかそういうのしない。ちょっとボックス見してよ。ボックス見して。なんで、あ、見えんかった。そうですね。もう一回ボックス見てよ。なんか注射とかって結構効くんですか。いや効くけど注射としたいと思うこと半端ねえよ半端ねえやん注射効くけど数年間やってきて今年はなんか効きが弱いなって感じはあるわ。あーだから何回もやっちゃダメってこと。マジ花粉症なんか草だわ普通に。鼻だけど草終了。あー俺ねエピソードトークがございますよ真面目虫さんが今日は真面目で格好にしなさいっていう発言に僕はビビっているわけですよ。ほうウームにね。あー懐かしい。初めてウームの社長ってあの初めじゃない方ですよ、うん、初め社長 のふざけて言う人じゃなくてふざけてない方の社長ね。真剣なウームの社長と会う時に、はい、社長と会うんだから真剣な格好しなさいって虫さんが言って、虫さんはスーツ、うん、で、としみつはまあ間を取ってまあ、ピシッとした私服、うん、で俺は絶対普通でいいっつって真面目ってあの初め社長に短パンジャージで行ったんですよ、うん、そしたらはあの社長がね僕ら3人を見て「えっ?」って虫さんの方を見て行ったんですよ、うん、なんでそんな変な格好してんのその日めちゃくちゃ俺鼻鼻炎というか花粉症だったから、うん、ひどすぎてもう本当に1秒おきに鼻水が地面までつくぐらいのね鼻水が出続けてたわけですよ、うん、ティッシュのボックス持ってずっと電車で移動しててねで、としみつむしさんが、お前それは社会人としてありえない、失礼だと思って鼻を噛むのもティッシュを持っていくことも禁止、もう我慢しなさい、鼻すすぐ鼻噛むの禁止にした覚えあるわ、それはって言われて、俺はもうティッシュを置いて社長室にこう入ってって、あ、お願いしますって言ってってやってたのよ。そしたら、なんかまあこのあまりのね、量に社長が気づいて何、鼻水大丈夫みたいに言われて、そういえば、はじめ社長が初めてここに来た時ももうなんかジャージでティッシュのボックス持って鼻かみながら入ってきたよって言われてほれみーってせーの。あ、ちょっと垂れた。犬の犬の猫うるさいね。うるさい。犬の犬の声はでかいやん。はい、こんな感じで。なんでこんな、はい、iPhone ができました。黄砂でね、すごいイガイガしてた目がめちゃくちゃ気持ちよくなりました。最高。うわ、は
はい。ああ、なるほど、うん。いい加減反響する環境で踊るのやめんかね。いや、荷物がない部屋なんでね、ちょうどここが。いや、でも、黄砂といったらね、やっぱ、りょうさんもね、黄砂嫌いですからね。黄砂だけは嫌いですね。花粉は大丈夫なんですけど。え？いや、めっちゃこの前ね、りょうさんが、今日花粉やばくないって言ったら。違う違う違う、あれ黄砂だからね。で、空気清浄機。あれはよくわからんですね。まあとりあえず買っていいやつかな、置いてやります。実感とかはないんですけど、きっとずっと稼働してるんで、ずっと僕の部屋をきれいにし続けてくれてることでしょう。花粉とかも取ってくれるみたいで、すごく活躍してくれてると思います。僕花粉症じゃないですけど、今回は今までで一番楽しみなんですよね。なんで楽しみなんですか？アレルギー検査だよね。あーあー、これは見物、ね、それとはなんか血取るときに僕一番最初に受けてたんですけど、アレルギー検査できますかって言ったら、できるよって言ったんで全員お願いしますって。ああ。それがうるさい、自分の弱点をね、だって花粉症なんだもん。自分の弱点を見つけようというね、気持ちはすごいだ、あの素晴らしいものだと思いますよ。いや違う違う、花粉症花粉症言われるから、花粉症じゃないよほらねっていうのをやるためにアレルギー検査を受けたんです。大丈夫、自分を認めて直していくことが大事だ ねまずは自分ね、はいはい、そう、まず認めてからですよ。ずっと言い張ってるんだって。俺と芝居の花粉症ひどくて、うん、注射打ったんですよ。認めてるからね。でもシーズン丸ごと無事乗り切って、マジで変わんの、すごい変わった。無敵で、でもゼロじゃないから最近、その1年ぐらい経ってる、うんうん、たまになんか今花粉すごくねっていうのをちょっと感じるぐらいで話してる。最近切れてきたんだよね、なんか遠くの方に強いやつがいるぞぐらいの感覚で波動ね、うん、横でずっとティッシュだしさっきもプシュンプシュンって2回連続じゃん。でしょうね、そのたんびにね、なんかうわ体調悪いって言ってね、風邪ひいたわって言ってるもんね。もうついにね、これでうわなんだろうな、言い逃れできないですからね。できないですよ、本当によくこの間もなんか、うわ寝不足で目がかいって言ってたもんね。鼻が、鼻真っ赤なで、それ以外どっこい元気だからね、うん、どっこいだよな、本当に。そしてレベル3、こっからひどい、うん、ハウスダスト。あ、まあ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 、ハウスダストアレルギーだけやめてや、もう、ね、家汚いのに。何これ、え、これ何、焼け表皮ダニ。ダニがダメ。へぇ、これレベル3ですね、うん、結構数値高めのレベル3。これもレベル3で、レベル3、こっから、はい、もうやっぱりかと、ヒノキです。ヒノキ、へぇ、ヒノキの野郎、ありがち、うん、ヒノキ風呂入れないってこと。で、最強の俺界最強のレベル4、うん、数値 8.49、 すぎー、言うてたー、ガフンだー、ザだ、あの野郎、ヒノキも嘘じゃなかったんだ、縛る。見たらわかるだろう。で、3がですね、杉ヒノキ。はい、あ、3か、だけか。お前3かよ。なんだ、哲也杉3か、ちょっとなんか下に見るわ、これから。確かに、やばい、マウント取られた。3のくせに読んだからクラス読んだからね、クラスのティッシュのね、取るときにクラスって言い方かっこいいよ、芝居が優先されちゃうんだよ。FF みたいな。あと杉ヒノキ0ですね、うん、他なんもない、完全にもう花粉症はないです。うわー、はい、花粉症書いただろ、ペンで。あるよ。いや、めっちゃ羨ましいよ、この結果。信憑性高い。マジで怖え。すごい、何でも多分ザ、その通りって感じ。本当にそうだね。せい、あら、おっ、おっ、おっ、ほら、あ、あ、あ、え、あ、あ、あ、ほら、え、あれ、ないんだよ。え、え、なに、え、え、杉、あ、あ、1位なのよ。いやいや、来た来た来た。1は全然、はいはい、ありました。いや、1は花粉症じゃないって。え、ほら、こう見て、疑疑陽性、疑陽性、杉で、ヒノキゼロ、ハンノキゼロ、え、で、猫、犬、ゼロでしょ、うん、で、2が2つ、ダニとハウスダスト。ああ、ハウスダストは昔書いてたね。で、ハウスダストはマジでずっと思ってる、怒ってるもんね、行くとに、うん、せーねー、誰が洗ってんだこの布団は、干してんのか、ちゃんと。ベッドの部屋行くと、洋服がパンパンになって持ってる。確かに、何か掃除してくれ。そう、あの寝室行くとやっぱダニとハウスダストにあって、うん、あ、やられるんだよ。え、え、なんでない、え、高成績、なんか1位我慢した、あるです。1位だから1位の基準が我慢して、違う違う、採血の時に我慢して、違う、いかして、我慢して、我慢して、いかして、抑えろって、もうじゃないんだ。健康です。え、じゃあ、うわ嬉しい。だったらさ、重大な疾患の可能性が、うん、だったらバカうるさい人だよ。ね、だからダニと
ハウスダストだって。日頃のあれ何、外の外撮影でなってジュルジュルなって、ちょっと信頼できないな。何のくしゃみ、くしゃまただのくしゃまだの慢性的くしゃまくしゃみっすまあ本当になんだろうね、あれの原因が分かんない。花粉症です。違う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 、やってるやん。結局何なのか分かんないのが一番嫌だわだったら花粉でよかったかもしれん。そうそうそう、いやでもすごいよ僕。ね、一個だけ1があります。おら、しかも何だけ？すごい。あと全部ゼロ。じゃあもう完璧だ。ただその1が僕は結構ショックでしたね。当ててください。え？あ、これ、これアレルギー食べたいものじゃん。エビとか。エビ。貝。貝。エビ。普通に猫。猫違います。あれ。え、貝？違います。犬。あと何？違います。女。花粉系？ああ、花粉症ダサいからね。え、なんだろう。あんまその自分のこと下げないの。俺花粉症じゃないから、信じていいって。俺花粉症じゃなかったんだから。何ですか。杉。うわー、花粉症や。杉やん、ダサ。杉はゴリゴリじゃん。一番じゃん。あれ出てたっけ。え、でも僕1だから気づいてないのかも自分で。ああ、確かにね。あのさ、くそ、なんだよ、全然出てこねえな。俺だ、覚悟して帰ってきたんだよ。けどなんかこうしてお前らと外出てきたらさ、花粉症やっぱつれえわ。そりゃすげえでしょ。ちゃんと言えたじゃねえか。聞けてよかった。あ、出た。また明日も花粉症の話聞かせて、ね、新しい花粉症の話。またなんか面白い花粉症のね、下りあったら教えて。もう一生噛むの我慢して食べてくる。いや、めっちゃおもろい下り考えよ。花粉症も面白くなり考える。花粉症コントやって、花粉症コント待ってるよ。やってやろう、作ってきてやるよ、コントやろう。何最後、え、優しいよ。なんだこれ。いや、欲しいわ。いや、今言ったの。